FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライフをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾の今西恵です。番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームやツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聞くことができます。 FM 宜野湾のホームページや無料アプリリスンラジオでお聞きください。本日は宜野湾市内にありますトロピカルビーチより放送をしております。ビーチの皆さんもぜひお聞きいただければと思います。それではまずはじめに宜野湾市からの情報をお届けします。FM 宜野湾から健康情報番組生き生きライフをお届けしております。まずはじめに宜野湾市報健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。まずはじめに食生活改善推進員養成講座のお知らせです。食で市民の健康をサポートする食生活改善推進員として地域のボランティア活動をしてみませんか。募集期間は5月29日月曜日から6月16日金曜日まで。申し込み方法は窓口または電話。実施期間は6月22日から8月10日毎週木曜日の全8回となります。実施場所は女性共同参画支援センターふくふく。調理実習の会のみ中央公民館調理室となります。受講資格は食と健康に関心があり、ボランティア活動に参加できる市民、20歳から65歳まで。募集定員は25名先着順となります。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いて集団検診、特定検診、がん検診のお知らせです。事前に検診セットを送付しております。集団検診の2週間前までにお申し込みください。本日は、愛知区公民館での健康診断がございました。皆さんは受けられましたでしょうか。次回は6月9日金曜日、ガネ国公民館にて行われます。予約先は保健相談センター 898-5583。 検診の受診期間、受付時間は8時30分から10時30分となります。当日は予約された方から優先的に受付を行います。詳しくは受診券に同封されている検診ガイドをご覧ください。続いて健康ステップアップ教室のお知らせです。日時は6月5日から7月31日毎週月曜全8回となります。13時30分から16時の間、場所は保健相談センター。定員は先着20名様となります。対象は平成29年4月1日現在で40歳から64歳までの方、市に住所を有し運動制限のない方となります。受講料は無料です。申し込み期間は26日金曜日までとなります。ご注意ください。
お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。 CM の後はゲストさんの登場です。相続って何から始めたらいいのかね。子供たちに迷惑かけたくないさ。相続や税金のことで悩んでいるあなた、うまんちゅなんでも相談室があなたの悩みを解決します。相談料は無料、徳松税理士事務所が相談に応じます。うまんちゅなんでも相談室に相談してよかったさ。トラブルを起こすその前に今電話しましょう。お問い合わせは 098-866-4343 866-シーサーシーサー、 うまんちゅなんでも相談室まで。相続お聞きバスならセクシードバス。宜野湾市の皆さん、ご存知ですか。貸切バスの料金はバス会社所在地からの距離で算出されます。宜野湾市に一番近いサクシードバスはどこよりも安い。貸切バスのご用命は 098-4421サクシードバス。FM 宜野湾より健康情報番組いきいきライフをお届けしております。さて、ここからはゲストさんのコーナーです。毎回健康に携わる素敵なゲストをお迎えしてお送りしております。5月5日何の日だったか皆さんご存知でしょうか。5月5日は実は薬の日なんですね。5月1日から31日は薬と暮らしの月間ということで、地域に根ざした薬局、中村薬局の中村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、中村さん、軽く自己紹介をお願いします。はい、普天間で、相談できる薬局をやっております中村薬局の中村正宗です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中村さん、はい、薬局をされてるっていうことなんですけれども、はい、そうですね、私が普段、はい、その薬局を使うシーンといえば、はい、まあ、病院に行って処方箋もらって、はい、そして薬局にお薬をもらいに行くとか、はい、ちょっと栄養ドリンクが欲しいなっていう形で薬局利用してるんですが、はい、中村薬局さんではどういったお客様がよく来られますか。あ、そうですね、風邪とか、はい、まあ、本当に、生活習慣、まあ、生活習慣病とかで、はい、まあ、相談をしたりとか、はい、処方箋はあまり今はやってないんですが、うん、その他の本当に健康相談が中心ですかね。健康相談だったり、あと風邪とか、はい、怪我とか、はい、なるほど、はい、でですね、いつもブログを拝見してるんですけれども、はい、ありがとうございますその中でも、はい、ダイエットの相談がお得意ということで、はい、はい、なんですけど珍しいですよね。そうですね、薬局さんでダイエットの相談、はい、実はダイエットも毎日の生活からできているので、はいはい、まあ、今の体の状態っていうのが過去の生活の積み重ねなんですよね。確かに。そういった意味では、はい、生活習慣病とか、はい、アレルギーとか皮膚病とか、はい、そういったのも本当は根底にそういう生活が関わってるので、結構ダイエットは皆さん気軽にされてるんですけど、一般的な本当に健康の根本はやっぱり普段の生活が関わってるので、結構その辺は、リンクしてるかなと思ってます。あ、そういうところでリンクしてるっていうところですね、はいはい、でこのそういったダイエットの相談するきっかけっていうのは何だったんですか。そうですね、まあ単純に、はい、うちの母親が、はい、まあ一応ちょっとぽっちゃりしてるんですけど、はい、で私もちょっとビールも好きでお腹周りがちょっとぽっちゃりしてる時があって、はい、で薬や仲間で、まあ、そのいいダイエットの、まあ、
このプログラムがあるよっていうことで、はい、自分らが痩せたのがきっかけですね。ご自身が、はい、ダイエットに挑戦されて、はい、しかもその成功してという体験談があって、あ、そうです、そうです、はいはい、ということなんですね、はい。もうね、今ラジオをお聞きの皆さんはちょっとね今画面が見れないと思うので、まあ、今ではね想像できないもう細マッチョのね見た目イケメンの中村さんなんですけれども、このおいくつの時にダイエットしなきゃと思ったんですか？そうですね、もう多分6年ぐらい前なんで31ぐらいかな。あ、それぐらいか。気になりだしだと思います。ね、その前も、ね、その前はもうちょっと体重あったんですけど、はい、まあ、私はお腹周りがちょっと気になってたんですが、はい、うちの母親がちょっとやった方がいいんじゃないかっていうので、もうついでに自分も一緒にやっちゃおうと思うっていうのがきっかけでした。ご家族で始められたんですね、はいはい。まあ、ダイエットにもいろんな方法あると思うんですが、はい、何ダイエットになるんですか？まあ、何ダイエットというか、まあ、うちは、うん、グラフ化体重にグラフ体重のグラフをつけてって、はいはいはい、だから生活を管理しながら、はい、漢方とかサプリとか使って、はい、まあ、痩せていくっていうダイエットなんですけど、はい、じゃあ毎日の生活を見直しましょうっていうところから始められたんですね、はい。でもダイエット中にお酒ってありなんですか？そうですね、やめなくても痩せれます。あ、本当ですか？はい、そんなに量飲みすぎたらダメですよ。飲まなければ、はい、飲みすぎたらダメだけど。そうですよね、はい、きっぱりやめなくても、うん、逆にきっぱりやめると甘いのとかお酒とか、うん、はい、やっぱり好きなものあると思うんですけど、うんうんうん、きっぱりやめちゃうと結構その期間はいいと思うんですけど、うん、後でどか食いとかしちゃうと思います、うん、そういうのなっちゃうんで、はい、長い目で考えてそれとどう付き合っていくかっていうのが大事かなと思ってます。はい、なるほど。なんか飲み会とかでね、はい、飲みすぎちゃうことよくあるんですけど、はい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 、はい、それはちょっとまずいですね。まあ、まあ、そうですね、はい、ある程度はいいとは思いますけど。そうです、そうです、はい、まあ、ご自身のその成功体験があるので、はい、ご相談される方も安心して頼りにされるでしょうね。はい、ね、そのダイエットの相談だけにとどまらず、はい、やはりいろんな相談を受けると思うんですけれども、ね、はい、お客様からの健康に関する相談を受けたときに、はい、気をつけてることとか心がけてることってありますか？そうですね、やっぱその方の背景を聞くっていうことですね。背景を聞く、はい、例えば痩せたいとかってなると、はい、じゃあなんで痩せたいのかっていうのが、はい、結構大事だったりするので、はい、まあ、健康にのためにとか、あと、まあ、洋服が着たいとかでもいいですし、うん、今からだったら ね、 そうですね、夏になるの で、 そうです、ね、ビキニを着たいとか、はいはい、で結婚式までにとか同窓会までにとか、だから、はいはい、その背景があるとよりプランが立てやすいというか、頑張ります、ね、提案も、はい、提案も一緒に立てていけるので、はい、なるほど。お薬もそうですかね、はい、そうですね、薬も、まあ、例えば、まあ、そうですね、例えば膝が痛いとかっていう方がいらっしゃって、はい、それ予防で飲むのか、うんうんうん、まあ、今度夏休みが来るときに、はい、まあ、家族で旅行行きたいからそれまでには何とかしたいとかってなればまたやることも変わってくると思いますし、うんうんうん、そこまでに直しましょう、はい、っていうことも言えるかもしれないですけどね。はい、でふと思ったんですけど、その薬局に行くときに、はい、逆にお客さんが、はい、こう気をつけるポイント、どういう状態っていうのを伝えるのがベストなんでしょうか？あ、そっか、お客さんが、そうです、薬局に相談行くときに、はい、この薬が欲しいって、あ、言いますよね。言いますね、はいはい、で、そうですね、大丈夫ですか？相談を、この質問を受けやすいというか、まあ、そうですね、まあ、例えばこの薬が欲しいって来ていただいたときに、はい、まあ、その薬だけ買うっていうのも一つなんですけど、ちょっと相談したかったら、相談したかったらというか、まあ、その例えば私はこういう症状ですって言って、はい、この薬でいいんですかとか、
一言あるとこっちも質問しやすいですかね。そうですね、はい、あの薬を例えばあの自分で棚から持って行ってレジに行くときに、はいはい、私ここが痛いんですけどこの薬で大丈夫ですか、はい、って聞くのも一つのんですよね、はい、そうすると我々の立場からしたらあじゃあいつからその症状があるんですかとか、はいはいはい、まあ辛いのはいつのタイミングで起こりますかとか、なんかいろいろ質問もしやすいかもしれないです。なるほど、はい、そうですね、いつからとか、はい、どういう状況の時に痛いのかとか、はいはい、そういったことを伝えると、そうですね、薬局の方も的確なアドバイスができる、はい、やっぱり経験、今、うんうん、ネットで調べるといろいろ出てくるんですけど情報が、はい、やっぱりその人の前提が違うので、はい、だからより店頭で質問してくれた方が、はい、その人に合った、まあ、その養生法とかお薬とか飲み方、またそういったのも提案できると思うので、はい、そうなんですね、はい、中村さんもすごいお客様に寄り添ってこう対処しようっていうところが見えて、ありがとうございます。本当に頼りになります。ありがとうございます。行く側としても、はい、今ねツイキャスの方にコメントが来ております、はい、ひろきさんから、甘いものについ手を出してしまうのですが、はい、どのようにセーブすればいいのですか、うまくセーブする方法ってありますかっていうことです。ですね、これはですね、はい、もう一言で言うと、はい、食べて OK です。食べて OK ですか。はい、その時は食べて OK。 そうですね、逆になんかこう、はい、甘いのを食べちゃダメって思っちゃうと、逆に食べちゃうんですよ。後で食べたくなります、はい、やっぱり。なので意外にも本当に食べてしまうっていうの、これも昨日のダイエットカウンセリングであったんですけど、はい、やっぱりこの甘いものって多分、まあ、心頭で食べてる場合と、はい、まあ、癖になって食べちゃう場合もあるんですけど、はいはいはい、で大体、まあ、頭で食べてる、まあ、要はストレスがあったりとか、満たされない気持ちがあって気軽に食べ物で満たそうとして食べる場合もあるんですよ。あるかもしれません、はい、受験勉強の時に甘いものがものすごく食べたくなりました、はい、そうですよね。で、その時に食べてしまうのをダメってセーブしたり、はい、食べてしまった後にあ、私食べちゃダメなのにって思っちゃうと、せっかく心を満たしたのにまた満たされない思いがありますよね。それがもうループしちゃいますね。ループしちゃ、負の連鎖になっちゃうんで負の連鎖になっちゃいますね、はい、なので、まあ、はい、ほんとざっくりなんですけど、はい、食べて OK です。食べて OK。 ただ、まあ、だからセーブできるところはやってもいいんですけど、どうしても食べたかったら食べても OK だと思います、はい、なるほど。そうすると OK を出すと結果的に量が減ってくるんじゃないかなと思います。そうですね、無理な我慢をせずに健康に気をつけるというところですかね、はい、その健康をキープするためには何が大切だと思いますか。食べ物だったり運動だったりいろいろなことがあると思うんですけど、はい、やっぱり食べ物全部なんですけど、はい、うん、やっぱ食べ物はとっても知識はあった方がいいかなと思いますね。うん、そうですね、はい、それとあとは今みたいに食べちゃダメっていうよりは本当に食べたいものを食べる、はい、うん、なんとなくあるから食べるとかいうのは一番良くないと思うんですよ、うんうんうん、なんとなく良くないですね、はいはい、食べたいと思えば食べていいと思います。はい、体を求めるものを、はい、そうなんですね、はい、今コメント来ました。逆説的ですね、はい、そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでした。ありがとうございます、はい、でですね、私中村薬局さんのツイッターとかブログ、はい、よく拝見させていただいてて、はい、ファンなんですけど、ありがとうございますなぜファンになったかというと、はい、毎日ですね、はい、中村さんがミニ黒板、はい、
黒の耳黒板に一言メッセージと、はい、本日も笑顔でいきましょうという写真をねアップ、はい、されるんですよ。ありがとうございます、ね、そのメッセージには、はい、健康に関する内容の時もあれば、はい、ふと心に留めたお話だったりとか、はい、季節柄のことだったりとか私、はい、とってもほっこりするんですよね。ありがとうございます、はい、であれは中村さん毎日書かれてるんですか？そうですね、毎日書いてます。すごいですね。これ始めたきっかけっていうのはあるんですか？これ始めたきっかけが、はい、なんかあの、ツイッターで、はい、ハッシュタグで黒板同盟っていうのがあって。黒板同盟なんですか、はい、面白そう。黒板同盟っていうのをハッシュタグで検索すると、はい、毎日書いてる人たちがブワーって出てくるんですよ。そうなんですか、はい、検索してみようで、その知り合いが、はい、知り合いがやってて、で自分もやってみようかって思って、で黒板同盟ってでっかい黒板、店頭に置くようなでっかい黒板なに書いてる人が多いんですけど、はいはいはい、それだったら多分自分続かないなと思って、ちっちゃい黒板がねそこの東急ハンズにあったんで、はいはいはい、それをやったら、あこれだったら毎日続くかなと思ってやり始めたのがきっかけです、すごいですね、はい、毎日コツコツ、はい、いやできるのが素晴らしいなと思うんですけど、 ありがとうございます。でもいつもそのメッセージにすごくほっこりさせられてます、はい、嬉しいですねありがとうございます、はい、でですね、中村薬局さん、はい、なんと今年で50周年を迎えられるんですよね。おめでとうございます。 ありがとうございます。中村さんのご自身のことでもいいですし、はいはい、中村薬局さんとしてこれからの展望をお伺いできますか？はい、そうですね、まあ本当に毎日今言ったみたいに、まあお客さんの、うん、この背景、商品を売るとかお薬売るじゃなくて、うん、その人がそれを通して、まあ少しでもいい人生になるお手伝いができればいいかなと思います、はい、素晴らしいですね、はい、本当にありがとうございます、今ですねツイキャスの方にコメントが、健康も何もかも継続が大切ですね、はい、ということで、本当にそうですよね、はい、本当に中村さんすごく勉強熱心でコツコツやられてるところがすごく伝わってきました。ではですね、もうそろそろお時間なんですけれども、はい、中村薬局さんがある場所、はい、はい、あ場所はですね、はい、330号線沿いになりまして、はいはい、普天間市場入り口のバス停の前なんですけど、バス停の前ですね、はい、龍坊さん、はい、普天間龍坊さんから南側に3軒目なります。なるほど、普天間龍坊さんから3軒左隣で、はい、そうです、郵便局の近くですよね。そうですね、はい、郵便局の角に入、に入ってくる角にあります。あるということ、はい、営業時間は、営業時間は、月曜日から土曜日まで、朝の9時半から夜の8時までやってます、はい、あと連絡先も伺えますか？はい、連絡先は電話番号098-892-2240になります。はい、ぜひ皆さん一度伺ってみてはいかがでしょうか、はい、では最後にリスナーさんへメッセージをお願いいたします。はい、今西さんがおっしゃってもらった、はい、黒板に一番最後に書く行なんですけど、はい、まあ人間って口角を上げるとですね、はい、この口の横の口角を上に上がる、はい、上げると、はい、なんか脳が勘違いしちゃって、うん、別に幸せじゃないなって暗い気持ちの時も、うん、頭から脳みそから幸せホルモンが出てくるらしいんですよ、はい、自然と。で、うん、それが出てくるとなんか自然と気持ちも前向きになったりっていうのがあるらしくて、うん、笑顔をとっても大事にしてまして。笑顔大事ですね、はい、なので、はい、今日の一言は、はい、今日も一日笑顔で過ごしましょうっていうことです、はい、ありがとうございます、はい、今日も一日笑顔でいきましょうというメッセージいただきました、はい、今日はですね、中村薬局の中村正宗さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。
という間にエンディングの時間となりました。今日は中村さんありがとうございました。ありがとうございます。またあの機会があったら遊びにいらしてください、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。随時皆様からのコメントや質問などあればお待ちしておりますので、ぜひご連絡ください。メールアドレスは 797@fmginawan.com です。それでは来週また水曜日午後4時にお耳にかかりましょう。お相手は FM ギノワンの今西めぐみでした。いつでも私